マルキーニョス・ガブリエウコとマルコス・ガブリエウド・ナシメントは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF。2007年に SC ・インテルナシオナルに加入し、2009年にトップチームに昇格。同年2月5日に、カンピオナート・ガウショでタイソンに代わって出場し、選手初出場。8月19日にカンピオナート・ブラジレーロ・セリエ A で、ルイス・ボラーニョスに代わって出場し、 同リーグ初出場。月末にゴイアスイシからプロ初得点。2010年も散発的に起用され、2011年2月23日にアバイ FC に期限付き移籍。7月26日にインテルナシオナルに復帰したが、全国一部では5試合の出場に止まった。2012年1月13日にスポルチレシフェに1シーズンの期限付き移籍。 スポルチではレギュラーを務め、EC バイヤーに期限付き移籍。2013年に活躍し、2014年1月15日に SE、パルメーラスに移籍。同年7月17日にサウジプロフェッショナルリーグのアルナスルに移籍。2015年1月16日にサントス FC に1年の期限付き移籍し復帰した。サントスでは活躍し、完全移籍での獲得も拡作された。 2016年4月18日に SC コリンチャンス、パウリスタが300万ベイドル程度とされる額で移籍。2018年に期限付き移籍でアラブ首長国連邦のアルナスル SC に加入した。2019年にクルゼーロ EC に完全移籍。しかしクルゼーロはカンピオナーとブラジレーロセリエ B に降格したため、2020年は アトレチコパラナ遠征に期限付き遺跡。ありがとうございます。